ハーブを混ぜ、ゼレシクとクルミを乗せたクークーイエサブジークークーは、ケーラを使ったイラン料理及びアフガニスタンの卵料理である。形状は、イタリアのフリカータに似た具をたっぷり入れたオープンフェースのオムレツである。様々な具材を入れた多種類のククが作られるが、中でも分け木、パセリ、チャイブ、コリアンダー、イノンド、ほうれん草、レタス、 フェヌグリーク等の数種類のハーブや葉野菜を入れ、深い緑色になったクー,クーイエサブジーが最も人気がある。ギーラーン州では、ジャガイモの入ったクー,クーイエシブザミーニーに人気がある。典型的なクー,クーイエサブジーの調理では、卵と刻んだハーブを混ぜ、塩、黒胡椒とターメリックか、アドビエと呼ばれるミックススパイスで味付けする。 これを油をひいて熱したフライパンに流し、低温で固まるまで焼き、上下をひっくり返して、両面を焼くか、最後にオーブンに入れて、上面を焼く。卵と混ぜる前に、ハーブを短時間ソテーする場合もある。使用される、ハーブの量は、通常、卵の量よりも、かなり多く、ハーブの味が強い。付け合わせとしては、クルミとゼレシクが好まれ、なん、チェロを、ヨーグルト、 ピクルス等が添えられることもある。暖かい状態でも冷やしても食べられる。この他、空豆やニンニク、サツマイモ、リーキ、カルドンの空空がある。空空イエタルカリ、空空イエボンジョネシア、空空イエボンジョネルーミーなどがある。ありがとうございます。